は。今日はですね、キッチンから撮影してるんですけども、少し前に購入したホットサンドメーカーで5品のホットサンドを作っていこうと思います。で、以前動画で紹介してるんですけど、また今回少しご紹介させてもらいたいと思います。私たちが購入したホットサンドメーカーはこちらになるんですけど、村の鍛冶屋さんというメーカーのものですね。で、この文字が書いてあるんですけど、焼いた時にこの文字が刻印として焼き目がつくって感じですね。まあ今から焼くので、またその焼けた感じっていうのはまたお見せしたいと思います。一応ですね、今日使う食材をざっと並べてみました。とんかつとか、マカロニサラダなんかは事前に作ってある状態にしてあります。できるだけ簡単に済ませてキャンプでも使えるようにしたいと思います。はい、それでは始めていきます。まず1品目はマカロニサラダを使ったマカロニホットサンドを作っていきます。ネーミングが正しいかはわからない。油を塗ります。これをちょっとたっぷりめにのせたいと思います。マヨネーズが効いてるので、このマカロニサラダはマカロニサラダだけで挟みたいと思います。中火で3分3分ぐらいで裏表焼いていきます。さっき買い物に行った時に、このサラダクラブというキューピーが出してるパプリカ彩るレタスのサラダっていう野菜のセットがあったので、これだったら手軽だなと思ったので、これを買ってみました。トマトですね、これとあとアボカド、アボ、トマト&ガーリックのソースをかけます。はい、かけて、で野菜をのせて、トマトをのせて、卵をのせて、うまくいくかどうか。はい、それでは一旦火を止めて見てみます。おう、本当にこっちだ。はい、オープン。ではこちらの皿に移してみますね。反対側、あ、やっぱ反対側ちょっと焦げちゃってるわ。そうなら多分ここを取れるんですよ。ここを取ってこっちにずらすと熱くなくていいかもですね。マカロニサラダのホットサンドです。毎回油は刺します。やっぱり中火じゃちょっと、中火はちょっとあまりにも強すぎますね、火力が。のせます。よいしょ。はい、そして火傷をしないように、ちょっとトマトが出たけどいいかな。で、次はカツサンドを作ります。はい、いいでしょう。それではもう一回確認しようと思います。うん、こんな感じでいいね。で、こっちの方は綺麗に焼き色がついてます。出来上がりました。おお、これは結構ボリュームがあるから。はい、それではいってらっしゃい。カツサンドってきたらなんかまた珍しいものが来るかなと思いきや、普通の卵サンドに戻ります。
さっきですね、ちょっと覗いてみたんですけど、あまりにもジュージュー言うものだから、そしたらね、少しね、焦げちゃった。ほら見てください、焦げてしまいました。やっぱりカツサンドはただでさえちょっと油がカツに入ってるからか、すごいなんか焦げやすかったのか、火力が強すぎたのかなんですけど、ちょっともうこっちが焼けすぎてるからどうしようかな。こっちがもうちょっとなんだけど、いっか、少しじゃあちょっと強火にして焦げ目をつけましょうかね。はい、あ、いい感じですね。ちょっとも火力を上げるだけで一気にこうやって刻印が濃くなります。はい、出来上がりました、カツサンド。じゃあ今卵サンドをしてる間に最後の一品を作っていきたいと思います。次はこのチーズを入れて作りたいと思います。大丈夫だと思うんだけどな。逆にこう半分に割った時にこうもっさりしてた方がこう割った時にいい感じになる気がするんだけど、気がする。はい、それでは開けていきますね。じゃん、わ、今回焼き色めっちゃいい。側、うん、こっちもいいですね。綺麗に焼けてます。はい、出来上がりました。よいしょ、ピザ風のサンド、ピザ風サンドとネーミングしました。やっぱり連続で焼いていくとこの鉄板自体が常にもう熱い状態を保ってるので結構ね焼き色がつくのが早いですね。はい、こんな感じになりました。はい、ということでちょっとすごい画角になってるんですけど、この5品作り終わりました。今ここに全てこう名前が出てると思うんですけど、名前っていうかサンド名がね出てると思うんですけど、こんな感じです。焼き目も綺麗につくので結構この5つ作るのでもそんなに時間はかからなかったです。では断面を見てみたいと思います。これがわあ、すごい、これなんかいい感じの絵になった。ほら見て、よくないこれ、ほら見てカズ、おすごいこれだけ見るとなんかすごいボリュームがある。こうでいいよね、こうで全部、こうがいいかな、こうで全部並べていった方がよくないっけ。うん、うわすっげえ、めっちゃ上手に、いいね、これやっぱり成果だったね。うん、マカロニサラダですね。次アボカドサラダ、どんどんいきましょう。お、サクって言ったね。ああ、いいね、ほらカツサンドで、次が
卵サンド、ラスト、ラストが、はい、ピザ風サンドでした。あー、美味しそうに出来上がった。はい、ということでですね、今全部半分に切ってみました。こんな感じですね。はい、美味しそうに出来上がったんではないでしょうか。はい、それでは今回5品のホットサンドを作ったんですけど、はい、どうだったでしょうか。良かったと思います。食べてないでしょ、でも、うん、見た目が美味しそう。そう、見た目大事だからね。見た目から入るっていうのは大事かな。切ったところも美味しそうだけど、うん、その焼き目もいい感じ。うん、そうそう。で、まあ今回はね、その、まあ、主によくみんな使う材料で作ったから、うん、まあ、これからちょっといろいろと試していきたいなっていうのはありますね。はい、はい、ということで、はい、今回は以上となります。はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。